9.18 日本武道館はこれからのノアを背負っていく若い世代にとってまさに試される場になりました。 9.11 GHC タッグの防衛に成功した鈴木稔、そして丸藤直道の口から森島武史、そしてモハメド・ヨネの名前が上がりました。今宵はいわば査定マッチと言っても過言ではないでしょう。鈴木に乗るという一つの大きな壁に向かっていきます。第3代ハードコアチャンピオン、モハメド・ヨネです。この武道館では丸藤を破ってこの白いベルトを手にしました。そのベルトを自分の色に染めつつある男が今リングに立ちました。モハメド・ヨネです。目的はただ一つ、強い奴らとやりたいんだ、その思い、その考えのみ鈴木稔の胸の中、頭の中にはそれのみであります。 9.11 愛知県体育館で斉藤杉浦ダークエージェントとの対戦で2度目の防衛に成功しました。そのベルトを持って強肩発動しているノアのリングの中での鈴木稔の戦い、そこに待ったをかけることができるでしょうか。リングの中ではモハメド・ヨネが待ちわびます。我が物顔でグリーンのマットを荒らし続ける男鈴木稔、その防衛ロードに森島とのコンビで待ったをかけストップをかけることができるでしょうか。その戦いを待ちわびる男モハメド・ヨネ、そして花道に姿をこれから現します鈴木稔です。今タオルにすっぽりと覆われました鈴木稔の表情はまたいつも以上に冷たさと鋭さを放っているように感じられます。白いベルトを持ったチャンピオンに今 GHC タッグの王者丸藤は今日怪我で欠場になりました。その分森島、ヨネ、この若い者たちの勢いを止めるような息の根を止めるような戦いを展開するでしょうか。その距離が狭まり近づき、そして風に壁になる男鈴木稔です。早くも両者の距離共に近づいてまいりました。 9.18 日本武道館大会30分日本勝負です。青コーナーグローバルハードワークラウン無差別級チャンピオン240ポンドモハメド・ヨネ、壁を一気にぶち壊せるかモハメド・ヨネ。我がコーナーパンタスミッション GC タッグチャンピオン230ポンド鈴木ミノル、ヨネを強いやつと認めるか鈴木ミノルです。さあその表情にふてぶてしさがまた戻ってまいりました鈴木ミノルです。30分日本勝負、まあ、涼しい顔と申しましょうか、どうやっていじめてやろうかというようなそんな意地悪な表情にも見える鈴木ミノルです。果たして今日のヨネとの戦いで鈴木ミノルのハートに何を刻み込むことができるでしょうか。森島と金丸の対決では森島が豪快なバックドロップでまず1勝を挙げました。対するその後を受けましたヨネがこの鈴木稔との勝負ではどういった戦いを展開し勝利をもぎ取るか、あるいは何を刻み込むでしょうか。軽くローキックを打ちました。出方を伺う鈴木稔、そしてモハメド・ヨネ、簡単には組み合いません。さて朝子さん、はい、やはりこの独特の緊張感というんでしょうか、ヨネはやはり今日に対する思いというのは十分強いでしょうからね。そうですよね、やはり先ほどからニヤッと笑うような表情しているじゃないですか、鈴木選手が、ああいうのやっぱり心理戦でもうまいなと思いますね。というのはね、やはり対戦相手というのは、余裕があるのかなってやっぱり思うわけです、そこでやっぱりいろいろ考えるところがありますからね。なるほど、ゆっくりに行ってグラウンドに持っていこうというヨネです。一旦距離ができました。
何か一つこの夜の立ち上がりの動きを見てましても、はい、いつもとちょっと違うなという印象がありますよ ね、はい、どちらかと言いますと、まあ、体当たりで激しくぶつかり合うというファイトスタイルが非常に印象的な夜なんですが、まずは今日はローキックを打ってバックを取りに行くという、まあ、言ってみれば基本的な動き、ね、オーソドックスな流れを作ってますよね、はい、まあ、どちらかというとこのペースは鈴木選手のペースですからね、うん、あえてその土俵で乗ってるかもしれないですね、上がってるというね、そういう印象がありますよね。お、ニヤッとしているモハメドヨネ、顔対決でも負けません。戦いのマットの上で両者が、まあ、不敵な笑みの交換という形になりました。さあ組み合って足を取ったのは鈴木モル、上から覆いかぶさろうという体勢ですが、ヨネも簡単には取らせません。足を絡めながら、しかしバックを取ったのは鈴木モルです。上からかぶさっていきました。足を取ります。テイクダウン、そのまま上になるでしょうか。右足を固定して、しかし鈴木ミノルは後ろから髪の毛をつかもうというところです。 9.11 愛知で最初の杉田との防衛戦を終えました鈴木ミノルが、まあ、丸藤が森島ヨネという非常に若くて勢いのある選手、興味があるという話をしたら、鈴木ミノルが森島の坊ちゃんとアフロヘアの兄ちゃんかと、まあ、小馬鹿にするような表現があったんですが、まだ鈴木みのるの中にはヨネという選手があまり印象深くはついてないのかもしれませんよね。そうですね、まあ、意識しないことはないと思いますけど、あえてそう言っただけかもしれないですけど、やはり今日この一戦でやっぱりまたガラッと変わってくると思うんですよ。そうでしょうね、この一戦でヨネが、ね、結果をどう残すか、はい、まあ、簡単に今嬉しいに行こうというところもヨネが懸命に防御して、今度は膝をあてがってお腹のあたり、あるいは腿のあたりを叩くような、精神的にも優位に立とうというこのヨネの動きですよね。ヨネ、ね、選手もね、白い GHC のベルトを巻いている以上ね、はい、下手な試合はできませんからね。そりゃそうですね、第3代のハードコアチャンピオン、もうすでに3度目の防衛も 9.11 愛知県体育館で成功しています。まあ、一説にはそのプロレスに入るきっかけにおいて藤原組というところ、はい、そこからまあお互いにプロレスの生活がスタートしている、まあ、鈴木によるは元は新日本プロレスですけれども、影響を受けた藤原芳也という存在がいましたが、何かこうそういった意味でプロレスの入り口のあたりの原点をもう一回思い出すような、そんな動きを試し合っているかもしれませんが、徐々に少し試合展開も動きがラフも加わってきました。まあ、鈴木みのるという非常に手強い相手を前にして、はい、米としてはどういったあたりでこう突破口を切り替えていきたいところですかね。米選手は体がとぶつかるのが信条ですから、やはりそういうふうに自分のスタイルで持っていきたいと思うんですよ。やはりそのためには一発かなんかで動きを止めなきゃいけない。あ、はい、今みたいな感じでやっぱ鈴木選手は非常に避けるのがうまいですからね、やはりどこかで一発いいのを入れて、動きを止めたところでガッといきたいと思っていると思いますよ。なるほど。さあ、背中を見せてはいけません。後ろからキックが入りました。抜け目はありませんからね。そうですね、こいこいこいとまた下なめずりしています鈴木みのるです。おおと、ヨネもその下なめずりでは負けておりません。ただまだここまでの流れでは両雄ともに決定打のようなものはありませんが、おっと、これは腹固めでしょうか。今肘決まってますね。決まってますね、完全に今ヨネの右の肘が伸びています。そして向こう側でも鈴木ミノルが腕を使ってヨネの左の腕を殺そうというところ、腹固めでがっちりと固定しています鈴木ミノルです。完全に肘が伸びきっています。サードロープはまだ遠いというところです。ぐーっと体重を見せています。完全に伸びてますね、これ。伸びてますね。ご覧のように足がもう少しかかりそうなんですけどね。ですよね。あ、やっと今サードロープにかかりました。今の動き一つ取ってみました。まさに一瞬たりとも油断もできない鈴木みのるです。今度はその痛めた腕を蹴り上げました。鈴木みのるの心境からしてみると、このヨネというのはどのくらい強いやつなんだというあたりを確かめてみたいところでしょうかね。そうですね、やはり強いやつとやらせと言ってるぐらいですからね。とにかく強いやつとやらせろ、それのみを、まあ、繰り返します鈴木みのるですが、また今度は嬉しい逆十字の体勢。おお、ヨネも強引に蹴りながら、背中を蹴りながらここから逃れようという動きを見せますが、また腕がピーンと伸びました。さあ、腕が伸びました。武道館からため息が漏れ始めました。完全に伸びました。完全に伸びきっています。さあ、今一度ロープを求めなければ厳しいですね。鼻血も出ているんでしょうか。この辺りからの
しくてつなげられます。いや本当に今決まってもおかしくなかったですね。そうですよね、はい、今鈴木選手お腹を出してたでしょ上に、はいはいはい、あれすることによって余計過伸展してしまうんですよ肘が。なるほど、はい、あれで完全に伸びきってしまうわけですね。そういった体の一つ一つの動きというのは鈴木美穂が細かいものです。さあ膝蹴りいきました。第3代のハードコア白いベルトのチャンピオンでもありますモハメド・ヨネ、この武道館で丸藤から取りました。一方の鈴木美穂は第10代 GHC タッグチャンピオンチーム次なるチャレンジャーを決めるべくこの武道館では、まあ、当初は丸藤が森島とそしてこのヨネと鈴木美穂という一戦だったんですが、ちょっとヨネの鼻からは随分と出血が見られます。グーパンチを打っていきますが今度は顔面張られて膝蹴りだ。ちょっとヨネの表情がうつろになってきました。ちょっとむせ返るようなヨネの表情、呼吸が荒くなってまいりました。かなり厳しい仕掛けになってますね。そうですね、厳しい攻めですね、何かをこの鈴木によるに刻み込まなければなりません。あっと強引に今度またその痛めつけている腕を一点集中攻撃になりました。さあ完全に今体重を乗せました。これがまた伸びきってしまいます。大変なことなんですが完全にロックされていますモハメド・ヨネの右腕、そして左の腕も固めました。さあ完全に腕に攻撃の的を絞っている鈴木ミノル、この体勢ではロープも遠い、自力で返すのは非常に苦しい体勢になってまいりました。今手首のあたりもがっちり固定して、そうですね、足も行きました。完全になすべなしになってしまいましたモハメド・ヨネ。あ、一旦ほどきました。この辺りは鈴木ミノルの余裕でしょうか。これはちょっとでもヨネにとっては鼻足の裏振りがちょっとチェックします、ね、そうですよね、呼吸もちょっと苦しいでしょうし、はい、あーちょっと今ふらついています。鈴木ミノルが圧倒的優位に立ったままヨネはご覧のようにスタイナをかなり消耗しています。ダメだった。さあ張り合いになりました鈴木ミノルとモハメド・ヨネ、膝蹴りが入りました。ヨネにとっては森島とのコンビでミノル・マルフジの GHC タッグに挑戦する権利をもみ取ることができるでしょうか。おそらくはニヤッとまた鈴木ミノルは笑っていることでしょう。顔面の張り合いになりましたが体勢崩れて膝蹴り入った。コーナーを背にしてしまいましたモハメド・ヨネ、まるでボクシングで相手のダウンをじっと見つめるかのように反対側のニュートラルコーナーに鈴木ミノルが下がりましたが、ダッシュする、ダッシュしてドロップ、顔面ですからね、顔面いきましたね完全に。これはでも立てますかねヨネは、まあ、意識もろとしてる感じですよね。そうですよね、まだヨネは、まあ、ここまでは目がまだ死んでないんですよ。大丈夫ですか、はい、あ、まだまだという表情を鈴木ミノルも見せましたが、今度はミドルキック、ロープに走ったところローリングサルダー、ここからねやっぱ一発攻めたいですよね。行きたいですね、はい、ようやく一発出ましたモハメド・ヨネ。これからまさに森島などとともにノアを背負っていく存在のモハメド・ヨネ、すごすごとこのまま引き下がるわけにはいきません。膝蹴りの返し、今度はミドルキックも入れた。もともとバチバチファイトが新庄です。ヨネらしさがここから出てくるかですね。そうですね、何でもありの白いベルトのチャンピオンです。どんな手を使ってでも鈴木ミノルに一泡吹かせなければなりません。もう一回今度は下から勝ち上げるように頑張りを張りました。コーナーに振って、今度は膝ジャンピングニーを打ちました。鈴木ミノルをどこまで苦しめられるか、そしてそのまま勝利をもぎ取ることができるでしょうか。ドローカムに乗りました。ハンドロープに足をかけて大金のギロシン、ぐさりと突き刺しました。やっとヨネ選手らしい攻撃が、やっとですね。そうですね、やっと立体的な動きができましたね。そうですね、ここから筋肉バスターまでのつながりをどう組み立てるでしょうか。鈴木ミノルが今ようやく膝を立てました。ラリアット、全体重を浴びせかけましたモハメド・ヨネ。カウントは2でクリアしました鈴木ミノル。ちょっと鈴木ミノルの表情も苦しそうになっています。今かなり頭を打ちましたね。そうですね、体重乗ってますからね、ここで一気に立場逆転。ヨネが苦しみながらも序盤からの流れを挽回しつつありますが、さあウォッチ式ですよこれは。
足の間に腕を絡めてゴッツ式のパイルドライバー、鈴木の先輩特許だ。今度は絡めて万事固め、万事に持っていきました。リングの中央、鈴木みのる一瞬の隙をついてパイルドライバーから万事固めへ行こう。この万事固めもね、全部鈴木の足を見てください、両方浮いてるでしょ、はい、全部の体重乗っかってるんですよ。そうでしたね。自分の鈴木みのるの体は宙に浮いていました。うわっ、今度は低空ドロップ。確かにそう考えますと鈴木みのるの出す技一つ一つが非常に厳しいですね。厳しいですね。さあまず形勢逆転、鈴木みのるがペースを上げてきました。この膝蹴りがピンポイントピンポイントで結構いい具合に入ってるんですよ。流れを止めますもんね。うまいですよね。そうですね、正面からいきました。大の字になりましたモハメドヨネ。さあ鈴木みのるは決めにかかろうという流れになってきたでしょうか。ヨネのスタミナも随分とここに来て一気に減少しました。顔面を張った、張り返す力も、おーっとバックに回った、バックに回った、ミドルがないとバックドロップ。ものすごい角度で落としました鈴木ミドル。カラーに行きます。うわー、すごいよく跳ねましたね今。あの角度、急角度、そして高速でした。目がちょっと中に迷ってますからね、早い。そして角度のあるバックドロップから今度はスタンディングでネックロックに決めました鈴木みのるです。さあ今度はまた腕を取ります。これはアフロヘアの兄ちゃんだけではない、そんなところを思いっきりアピールしたいモハメドヨネ。顔面を蹴りました。カラーが起きました。狙ってくるのはジャンプジュニア、かわしてバックに回った、また来るか、くるっと丸めて、さあ今度は捉えました。いいですよ、ポジションいいですよ、非常にいいですよ。ギガジュニアで完全に今鈴木みのるの足を伸ばしています。今鈴木みのるの悲鳴が日本武道館に響き始めました。今はもうこれは鈴木みのるのカモン箱のような、そうですね、流れでしたよね。ギガジュニアで攻め込んでいきますモハメドヨネ、完全に一瞬の隙をつきましたモハメドヨネ。今ロープを求めるのは鈴木みのる、立場は逆転しました。さあまた膝を固めています。鈴木みのるの左の膝を固めに行きましたモハメドヨネ。おっと、ヨネのタイツを強引に引っ張りながらなんとか逃れようという鈴木みのるです。みのるがロープを求める、そんな今試合展開、ヨネが作り始めました。懸命に今ロープを手繰り寄せようという鈴木みのるです。いい形で入りましたモハメドヨネ。ここはね、逃がしたくないですね。しかし今ロープ完全にいい形で今入りましたからね、はい、でもこれで動きが止まってからがチャンスですよね。そうですね、はい、今完全に左の膝のあたりにはダメージが溜まりました。さあヨネがチャンスを迎えました。ヨネに大きなチャンス到来。今ヨネが鈴木みのるに対して立てと来いとリングの中央で仁王立ち、それを下から下なめずりしながら鈴木みのるが面白いじゃねえかというような表情を見せました。ローキック痛めつけたその左の膝、そしてモーの当たりにローキック、フェイント使ったラリアット、いいですね。いやいいですね、今のフェイント使ったラリアットいいですよ。今いいですよね、高さを使いました。さあヨネはエプロンサイド、ちょっと距離のある反対側の青コーナーのトップを狙います。リングの中央に鈴木みのる、狙ってくるのはヨネは、おーっとダイビングしてのローリングサンダー、そのまま強引にカバーに行った、2カウントです。この辺りもいつもとは違う流れをつかみ始めました。場内からは季節して筋肉コールだ、宣言しましたモハメドヨネ。鈴木みのるに筋肉バスターを決められるでしょうか。おー、さあ強引に座らせます。おそらくこの技は食ったことないでしょうか、ないでしょうからね、さあ体勢に入りました。抱え上げた、抱え上げた、そしてそのまま今度はこんな体の技になりました。いいところですよね、かかとを決め始めました鈴木みのる。ここで完全に筋肉バスターの体勢に入ったかと思われましたが、ぐるっと丸めてヒールホールド。ヨネにとってさあ筋肉バスター決められるというちょっと一瞬の隙をついた、そうですね、そんな感じですかね、やはりね、あのなんていうんですかね、心の隙ができていたわけじゃないと思うんですけどね、はい、それを見逃さなかったのは鈴木選手うまいですよね。そうですよね、はい、あと一歩で筋肉バスターというところでヒールホールに入られてしまいました。顔面を、そして胸板を
平手で、そして膝で攻撃されましたモハメデヨネ。さあ、先ほどヨネはパイルドライバーを打てませんでしたが、パイルドライバーはゴッチ式はこうやってやるんだとばかりに鈴木ミノルが今リングの中央で体勢に入りました。抱え上げるか、切り返して今度はローキックだ。まさに変幻自在鈴木ミノル、ローキックを3連発打ち込んでいきました。もう一度トライします。さあ、お、今度は膝を曲げてゴッチ式で落とした。アフロヘアーが悲しく打ち付けられました。おっと、そんなのところで、あんなスタイルドライバー見たことないですね。膝を曲げて、はい、さらにこの動きを収めたスタイルドライバーですね。やる方としてもバランスは良くないですからね。そうですよね。かけられた方としてももっときついと思いますよ。確かにそうですね。ただなんとかそこはクリアしましたモハメデヨネ。ローキック、平手打ちの応酬、またローキック。ヨネも懸命に出せる限りの手を尽くそうという、しかしローキックが大きく響きました。ミドルキックで反撃はヨネ、足を捉えられました。さあ、そしてそのままスタンディングのアキレス腱固め、スタンドの体勢でのアキレス腱固めに入りました。鈴木ミドル、また改めて日本武道館に下なめずり、スタンディングのアキレス腱固めで今ゴングが鳴りました。逃げ場は完全にない、スタンディングでのアキレス腱固め、今ミドルが再びやっと笑いました。勝負タイムは17分31秒。いや、最後の最後はもうスタンドのアキレス腱固めでした。そうですね、まあ、鈴木選手、先ほど足を決められてましたから、意地でやり返したって感じですよね。なるほど、足をやられた分は足で取り返す、そんな鈴木選手の意思が感じられました。 GHC タッグ挑戦に向けての森島ヨネの戦いは今、モハメドヨネは鈴木ミノルに敗れました。果たしてこの鈴木ミノルの心にハートに何を刻み込んだでしょうか、焼き付けたでしょうか。さあ、再び距離が縮まりました。太陽吉川さん曲がりの距離になりました。鈴木によるとモハメドヨネ、今この両者の表情だけではちょっと押しかかれませんが、はい、浅川さん、はい、鈴木によるにはどのくらい響いたでしょうね、今日のヨネの戦い。そうです、しっかりとね、心に刻まれたと思いますよ。そうですよね、今鈴木によるは勝利の代価を分けながら悠々と控え室に入ろうというところ。一方リング中央ではモハメドヨネが膝をつきながらその鈴木ミノルの帰る背中を見つめています。もう一回視線がありました。やろうか、やってやろうか、そんな表情にも見えました鈴木ミノル。果たしてヨネの戦いが鈴木ミノルのハートに火をつけたでしょうか。森島とヨネのコンビは果たして GHC タッグ取りに向けて動き出すことができるでしょうか。ヨネがその答えをおそらくこれから出すものと思われます。17分31秒3人目のアキレス腱固めで鈴木ミノルがヨネから勝利を奪いました。ヨネも意地を見せました。